はいみなさんこんにちは JCT グレゴリー・サレブンですねお久しぶりですねあのすっかり秋になって、えー、もう2023年終わりますね、えー、今日は ET トランスコン的な、えー、テーマでスターファミリーバ s スソウルファミリーね魂の家族これはもっと面白いことで本当に地球に来てもう私も含めてねすごい孤独感感じましたねスターシール・ホームシェックとかいやもうこの星には歓迎されてないっていうねすごいこう Not welcome. ねお前は誰的な感覚が実はすごいあのそういうあの被害者意識かもしれないけど結構そういう感覚をねあの私は誰かに脅威じゃないかなっていうような圧迫感を子どもの頃から感じててあのところがねあのどんどんいろんな経験していろんな素敵な人と会っていろんなこの長年間この活動をするとですねありがたいことに本当にもうずっと一瞬も一人繋ながったなっていう。 こと分かりますし周りにいろんなあの地球に来てる魂の家族とあと同時にあの見えなかったあの感じたは痛いけど見えなかったあのはっきり正体を張れなかったスターファミリーもずっと一緒につないであのエネルギー的につながった状態で動いてくれたんですねやっぱりこうトランスコンビもねあのスターファミリーに徹底的にこうつながっておこうっていうワークになってますけどもスターファミリーはね皆さんもいろんなあれとられる宇宙全世であでつながりを持った また本当に血縁を持ったあの家族ですねあの親子関係とか兄弟関係また自分の子供自分の孫もねいろんなパターンを見てますけどもこういうあのことを気づくとね本当に宇宙人っていう存在の親近感がすごい分けますねであのますます私は今までこうただ単に守られただけじゃなくて優しいこう異星人だけじゃなくても本当にもうファミリーですね本当にでその愛情愛情情 の深さとかこういうまたあの向こうの心配事とかわくわく感がいろんなこと伝わってきますんであのスターファミリーの良さをもちろん皆さん集中してますねところが同時に今までねあのアテンドしてくれたあ,のあるいはエネルギー的にサポートし合った皆さんはソロファミリーもいたのであの地球それ,をそれこそ前線のメンバーとかあの私もね日本に来て多くの日本の前線のメンバーとの再会してる本当に何十人ですね 多分ん100人以上じゃないかなと思うぐらい相当の人数でその中では本当に同じく親とか親族とかで宇宙ファミリーはね宇宙から同時に生まれ変わって宇宙の時代の親とか子供もあってますしもう相当のオールスターキャストですよカストがすごいんでなのでこの辺の孤独感とか宇宙,スター宇宙ホームシェイクをねに感じる方でもねすごいどのぐらいこの素晴らしいファミリーの 一員になってていいいることを思い出したただきたいですねなのであの、まあ、考えてみるとねあの学生時代とか大学時代またこうあの社会人になって、えー、あの辺にばったり会った方とかあのそれともずっと家族とつないでたお友達もねなんかその家族の中でずっと際立ってたあの何々さんとかはほのあにスターファミリーとかそういうソウルファミリーの可能性が高いですね。自分もやっぱりあの 大学の頃のホストファミリーの方々とかあれとあらゆるねこの囲碁、えー、過去性の縁があってすごくあの説明ができない親近感ありますあとどう見ても話がすごい普通の人以上に通用するとかすごくあのこういったあの大いなるこう宇宙でものあと魂でもの家族の一員になっていることはものすごいこうあの安心しますよね。 で今度なんか別のリーディングとかそういうセッションなどを受けた時にこの人はどういう関係なのかとか例えばちょうどこの間あの、えっと、家族を旅行してまたばったり海外でお会いした何々さんの知り合いとかでこれはもう明らかに何かのご縁があるんだなというようなシチュエーションがありましたね僕もね子供の頃高校生の時にメキシコに行った時にもう本当にやたら話し合う家族がい,いるだけでも相当気持ちいいという、ね、そういうグループで本当にお別れしてもうすごい寂しかった。 経験もありますねあの。ますますこういう海外旅がもう相当楽しくなるね、えー。ような出会いね。これは出会いでもなくて再会ですね。魂のファミリーの再会ですね。こういうこともあるのある、ね、あので、次の方にもね、そういう話もいろいろいるよと思ってるので、えー、またチェックしてください、えー。今日もありがとうございます。オープンハート、オープンマインドで言いましょうね。高評価、えー、押してください。またチャンネル登録をお願いします。JCT サルヴンでした。ありがとうございました。